して、その邪魔者の名は？ミュウイチゴと名乗っています。正体は？今のところ不明です。この美しい星を汚し、我が物顔に振る舞う人類という死を、我は許さぬ。天津さえ我らに歯向かおうなど、早いうちに始末せよ。それにつきまして、新たな策を思いつきました。この中には、この星の動物に抽出した DNA が凝縮されています。これをある方法により人間から取り出した命の源、スピリッツと合わせると、より強力なキメラアニマを出現させることができます。行動に移る。は。心のピアノ、ときめきの舞踏会よ。イチゴ、おい、イチゴ。おはよう、イチゴ。えっす。なんでなんで、朝っぱらから気の抜けたこんにゃくみてえに。早く着替えろ、遅れんじゃねえか。遅れるってなんだっけ。なんて、祭り見にじいさんのところへ行くって言っといただろ。お父さんごめん、私今日用事あるの。用事だ。三社祭りだぞ、江戸の花だぞ。イチゴ最近忙しいのよね。てやねえ、あの夜だと少年が関係直せ、イチゴ。まあ、そのベランメイクともやめてよ。あんだと。江戸前の魚屋さんとお寿司屋さんならともかく、お父さんは普通のサラリーマンでしょ。似合わないよ。てやんでんだろ、ボメ。こっちとら喫煙の江戸っ子よ。言葉遣いでガキにとやかく言われる筋合いはねえ。お母さん、なんとか言ってよ。なんで？かっこいいじゃない、ダーリン。ちょっとミント。何かしら。もうすぐ開店だよ。準備してよ。あら、知ってます？何を？本日のスペシャルティーのテイスティング、なかなか上品なお味ですわ。いちごさん、準備なら私が。いや、そういう問題じゃない。店の外、掃除終わったのか？あ、まだですけど。じゃあ、いちご。いやー、ちょっと白金、今日日曜なんだよ。だから？だからじゃない、せっかくの日曜日に、なんで店の手伝いなんかしないといけないわけ。別にやらなくていいけど。だったらケーキ食べ放題はなし、それだけ。それを言われると。綺麗にしとけよ。あれを言われると弱いのよね。頑張りましょうよ、いちごさん。レタスはいいよね、いつも前向きで。頑張れ頑張れ。あんたはいつもお気楽だし。 Excuse me? Well, hi. My name is Mary McGuire. I would like to see a Mr. Ryoshiro Gane. I am here to discuss about piano programs that I'm going to play for the upcoming party. Could somebody tell him I arrived? どうしよう、何か聞かれてる。そうですね。あー、I am, あ、イチゴ。名前にあはつかないと思いますよ。イチゴ？あー、ストロベリー。オーケー？ストロベリー。誰か呼んできます。あー、待てよ、レタス。 Where did you go? Did you go to look for Mr. Shirogane for me? え？あー、This is a pen! This is a pen? What does it mean? Isn't Mr. Shirogane here? Yes, yes.イチゴがまた何かしでかしましたね。そうですね。どうかしましたか？それが、あ、青山くん。どうしたの？あ、ここの店のお手伝いしてるの。あ、そうなんだ。青山くんこそどうしたの？天気がいいから散歩してたんだけど。
Who is he? And why aren't you answering my questions? Ah! 青山君、助けて！ What's going on here? Any trouble? Oh, thank God. You understand English? Yes, but just a little bit. Ah! 青山君、やっぱすごい！ Well, I am Mary McGuire from San Francisco. I've been told to visit this place to see Mr. Ryo Shirogane today.Is Mr. Shirogane around? この人はマリーン・マクガイアさん。シロガネ・リョウっていう人を訪ねてきたそうだよ。え Hello, Miss McGuire. We have been waiting for you. This is Mr. Ryo Shirogane. Nice to meet you. Oh, nice meeting you, Ryo. なんか、いつもと態度が全然違う。掃除、サボるなよ。Please, come this way. なんかムカつくんだけど。野々宮さん。え？彼は君の友達なの。この二人は私の友達。アイゾーミントさんと緑川レタスさん。はじめまして、青山です。こんにちは。どうぞよろしく。よかったら中でお茶でもいかがですか？ありがとう。でもこれから部活があるから。あら残念。せっかくイチゴの彼氏とお知り合いになれたのに。彼氏？違う。頑張ってね。爽やかで素敵な方ですね。でしょ？そうなのよ。まだお付き合いしてませんでしたの？あなたには教えできませんわ。出したの？どうでもいいですわ。それよりも本当素敵。ブラボー。Thank you very much. 実はリョウが来週パーティーを催すと言い出しましたね。彼女に会場で演奏していただくためにお越しいただいたんです。パーティー？はい、日頃頑張って店を手伝ってる皆様をねぎらおうということで。え？豪華絢爛、華麗なパーティーにしようと思っています。皆さんにも素敵なドレスを用意しました。ドレス？それって白金さんの主催ってことですか？ See you as a party. See you then. あいつ、もしかしてすごいやつなのかも。あ？Ichigo, I'd love to play the piano for a girl like you. あなた方のような可愛いお嬢さんが出席されるパーティーで演奏できることを楽しみにしていますと。そんな可愛いなんて。Goodbye. なんか大人の魅力ですね。リョウは彼女の演奏に惚れ込んでいます。ピュアな魂を感じると私もそう思います。ああいう男が趣味なんだな。何言ってるのよ。違うのか？何も知らないくせに。耳出てるけど。うるさい。ほら、ドレスだ。いちご色ってそんなだろ。
どうです、俺の勘信じるか。ええ、常に信じています。パーティー無事に済めばいいけどな。どうしよう、なんか緊張してきた。あら、そう？ごきげんようですわ。さすが慣れてる。あ、マリーさんですよ。綺麗。本当。よう、来たな。まあ、似合ってる。せっかくのパーティーなんだ、ちゃんと楽しんでいけよな。本当だって。皆さんもいかがです？無理よ、ダンスなんて運動会のフォークダンスぐらいしかやったことがないもん。俺が教えてやるよ。ちょっと これだけ人間が集まっていれば適性のあるものはきっといるはず。もっと寄せて。力を抜いて。うわ、私ちゃんと踊れてる？やだ、私なんでドキドキしてるの？おい、ジュース飲むか？ありがとう。あの、一つ聞いていいかな？どうして選んでくれたの？このドレス似合うと思ったから。嫌なら着替えていいんだぜ。そんなことないけど。何よ。動くな。前髪ちょっと乱れてた。じゃあ俺いろいろ挨拶とかあるから、落ち着いたら戻ってこいよ。何あれ、なんで急に優しくしたりするの？そういえば私あいつのこと何も知らないんだ。あ、マリーさん。こんばんは。え、パーティーの余興にちょっと面白いことしてみよっか。何よ。マリーさん。適性のある人間のスピリットこいつをくっつけるとこんなのが作れるのさ。フュージョン。どう？イケてるだろ。なんてこと。さあ戦ってみな。許さない、あんな綺麗な曲を演奏する人。あら、マシャ、どういたしましたの？キメラアニマ、
イチゴ戦ってる。行きましょう。はい、イチゴさん。みんな、あいつがマリーさんをキメラアニマにしちゃったの。人間をキメラアニマに。みんな行くよ、マリーさんを助けなきゃ。いい余興だ、潰しちゃいな。ビアーノン。これがディープブルーの意志だ、悪く思わないでくれよ。ディープブルー、ありがとう。あいつ、今までのキメラアニマとは違う。私が行きますわ、ミントましたね。やつらが人間をキメラアニマにすると。いや、予想以上のパワーだ。どうします、リョン。ケイジロー、館内スピーカーから彼女のピアノをフルボリュームで流してくれ。はい。いや、音色を奏でる人間のスピリッツを使って邪悪なキメラアニマの武器にしようとは。聞け、このピュアな魂の音を。遊びの時間はまだまだあるさ。いずれまた遊びに来るよ。マリーさん、マリーさん、気がついた。イチゴ、What happened? 大丈夫ですか？Are you alright? 白金、
You saved my life, Ichigo. いえ。シロガネ、ありがとう。親戚か何か？それどういう意味？あら、誰もあなたが猿みたいだなんて言ってませんことよ。思いっきり言ってるじゃない。ちょっとイチゴ、あの子、耳と尻尾が。嘘、まさか本物の猿？次回、東京ミュウミュウ、プリン登場。耳と尻尾も芸のうち、地球の未来に。